い、どうも皆さん、こんにちは、トリピです。ということで、今日はですね、こちら、経典登りデッカの発売日なんで、これの1ボックス開封やっていきたいと思います。あと、ついでに、これ、同時発売の、こっちも買ったんで、これも、剥いていきましょう。今回の SR 異常枠の狙いはね、やっぱりね、なんといっても、この、ピカチュウの SR と、あとはピカチュウ VMAX の HR のどっちか、まあ、ポケモンだったらね、もうピカチュウがダントツで嬉しいかな。まあ、時点で、俺はガラムでいけないとか好きなんで、それが当たってくれたら嬉しいかなって思ってんだけど、もう何よりもね、サポートのイラストがね、今回ね、マジで3枚ともかっこよすぎるんだよね。だから、それの SR もしくは HR 狙いだったら、俺はもう多分一番嬉しいかな。でもって、ウルトラレアもね、まあ、ガラルタチフサグマはじめとしてね、個人的に集めてるんで、まあ、そこら辺。あと、残りの他のポケモンの SR とかだったら、ちょっと残念かなっていうような感じなんで、早速やっていきましょう。深夜1時なんで、ちょっと声ちっちゃめです。さあ、まずは巨大パックセットから見ていこう。こんな感じ。おお、なるほど、なるほど。ピカチュウの、プロモが1枚と、あとは、仰天のボルテッカーの、パックが5パック入ってるのと、ポケガのコインかな？コインはめちゃくちゃ可愛いんだけど、あと、この、プロモカードだね。ちなみに、今回のこの仰天のボルテッカーは、ピカチュウのプロモキャンペーンみたいなのもやってて、6パック買ったらね、1パックついてくるやつあるんですけれども、俺ね、めちゃくちゃそれが欲しくて、コンビニ駆け回ったんだけど、マジでそれやってるところがなかったから、今回ね、2ボックスだけは先に買ったんだけど、もうそれはね、ちょっと諦めました。そのパックから出てくるさ、ピカチュウ V とピカチュウ VMAX のプロもマジで欲しかったから、まあ明日はね、頑張って店並んで、そのキャンペーンは取りに行きたいと思うんだけど、早速見ていこう。5パックだから、ここから SR が当たったら、マジで爆当たなんだよね。先に最初にその、おぉ、そんなこと言ってたら、ヨルブの V が当たった。これは嬉しいんじゃない？ 5 パックで V が当ててくれるのは、出てくれるのは、すごいありがたい。ちなみに、ポケモンセンターとかで、2ボックスの購入特典では、このイオルブ V の、なんかプロモみたいなのが当たる。で、キャンペーンの併用はできないんで、ピカチュウのプロモ10パックか、このイオルブ V のプロモどっちかを選べみたいな、そんな感じになると思うんだけど、絶対こっちやめた方がいいぞ。さあ、2パック目。おっと、なんか、当たるような気がするぞ、今日は。種棒に、はいはいはい、当たらなかった。お願い、ここで SR 取れたら、マジで、マジで爆ガード。マジで、おー、リーグスタッフさん、サポート来ましたね。マジでバガードなんだ、来てくれ。はい。カムカミ。あ、おぉ、あ、レアか。あ、しかもでもこのカビゴンはかなり嬉しいぞ。このポケモンがバトル版にいるなら自分の番に一回使えて、まあ、番はおるんだけど、手札が斜めになるように山札を引けますよ、みたいな感じで。これはいいね。まあ、もし、逃げ目が3だからね、まあ、そこら辺をうまく使えるようになったら、これはかなり使えるカードなんじゃないでしょうか。さあ、ラスト1パック、SR は入っているのか。うん、ジュラルドン、残念。わ、シビルドンの、なんかあれだな、テキスト、むちゃくちゃ長いな。さあ、ということで、メインのボックス F やっていきましょう。もう準備できてるんで。はい、それじゃあ、ピントの設定も変更したんで、見ていきましょう。はい。種坊さん、たたっこ、大スバメからの、おー、いきなりサイト来た、これの。これの SR 欲しい。自分の山田の上から5枚トラッシュして、その中に投エネルギーをまあ好きなようにつけれるみたいな。まあテキスト的に強いかどうかわかんないけど、もうイラストアドが過ぎるので SR の、SR が欲しいっていう。サシカマス、はい、ドリューズ、鋼タイプで出ましたね。これ、トータイプだったのに、頑張っている。はい、マグマッグからの、はい、カビゴン食いだめ、さらに2枚目当てていく。で、落とすパスだね。はい。さあ、じゃあ、どんどん見ていこう。いや、マジでね、ポケモンのね、どうなんだろう。確率的には半分ぐらい俺 SR 枠喜ぶと思うんだけど、逆に言ったら半分ぐらいはマジで凹むと思う。土、あ、ウォッシュ、水エネルギーが来ました。これが、このカードつけてる水ポケモン、相手のポケモンが使う技の効果を受けないみたいな、そんな感じなんで、どうだろうな。例えばなんだけど、技の効果だから、最近だったら強いの言ったらイベルタルのダメ感4個乗ったら気絶させるみたいな、そんなやつとかを受けないみたいな、そんな感じかな。ただまあ、ウィークガードエネルギーの方がね、実は、いいみたいな。それじゃないよね。ちょっと待ってね。カムカメ、ゼブライカ、ゼブライカ、スバメ、うおー、ギルガルド V、あぶねー。はい、ソニックエッジ。このカードの、この技のダメージは相手のバトルポケモンにかかっている効果を計算しないっていうことなんで、まあ、これはかなり、確実に相手に130点ダメージを与えれる。最近さ、ポケモンはさ、なんていうのかな。この VMAX から技のダメージ受けねえぜとか、この技を打った次のターンはなんか技を受けねえぜとかいろいろあるんだけど、まあ、こいつで突破できるようになりますよと。で、離れタイプ強いからね、まあ、ザシアンデッキとかに刺す可能性はあるんじゃないかな。メークル、ゴニョニョ。あー、いいね。泣いちゃってるね、ゴニョニョちゃん。
もうちょっと待ってね、ちょっとピント直す。ちょっとこれ終わったら直そう。ヤミラミ、はい、メモリーカプセル、これのウルトラレアも、今回は収録されています。若干なんかぼやけてるよね。はい、でシャワーズ。さあ続きまして、どんどんパック剥いていきましょう。さあマホミルちゃん、ゴーゴーと、はい、メグロコに行く。はい、テラキオンさん来ました。これは自分の場にスタジアムが出ているなら80ダメージ追加ってことで、まあ、3エラで160点、非 GX 非 V ポケモン出てると。ナットレイ、さあさあさあ、あー人影かわいい。この人影めちゃくちゃかわいくねえか。さあドゴーム、ドゴーム、ヤブクロンに、あ、これあれだね、グッズ系のやつだね。あ、出た、コーティング鋼エネルギー。このカードがポケモンについている限り、鋼エネルギー1個分として扱って、鋼タイプの弱点が全部なくなるみたいな、そんな感じのやつですね。まあ、鋼鉄のフライパンとかあるんだけど、まあ、それをね、メタルゴーグルとかにこれで変えることも可能になっちゃうと。そういうことですね。ドンファン。さあ、おうおうおう、まだポケモン V は1枚しか出ていません。いや、マジで、ダンデ欲しい。ダンデの SR 来てくれ。ダンデの SR 来い。土人、ダンデの SR 来い。はい、ゴーリキー。はい、ダーテング出た。テングの替え玉。全部、ホップにする。全部、ハウにする。俺、ホップのこと、未だにまだハウって言っちゃうよ。効果が同じだから。はい、マグカルゴ、サシカマス、チリーン。はい、あー、出た。NN 発電の、マルマイン。あ、望遠スコープ。これのウルトラレアもね、入ってるらしいっす。このカードつけてるポケモンが使う技の相手のベンチポケモン V へのダメージプラス30ってことなんで、まあこれはかなりね、まあデッキによっては使い勝手がいいんじゃない。インテレオンとかいろいろね、ダメ感、今回だったらガラルヒヒダルマとか、ダメ感バラマキ系のデッキにはかなり強くなりますよと。マグマックぐらいな。もうそんなことより俺はもう SR が気になって仕方ない。リザード、はい、心森、はい、天然。このポケモンは相手の技が、あ、ポケモンが使う技の効果を受けないと。素晴らしい。さあ、まだまだなんだかんだで、あれだね、結構まだまだあるな。カムカメ、ツバメ、コロモリ、ポケモン V だからガチで泣いたよ今俺。 SR 枠がだからピカチュウだ。え、かわいすぎる。これは嬉しい。今本当に今ガチのテンションで泣いてたからね今。いや、マジで嬉しい、マジで嬉しい。スレベルよ。え、かわいい。あ、かわいい、かわいい。さあ、ということで、いや、これ最先いいんじゃないか。ピカチュウ V の SR を当ててしまいました。自分の山札から雷エンガ2枚まで自分のポケモンにつけられる充電と、あと10万ポイントが200点出るという。まあ、3ゲルで200点強いからね。まあ、その代わり全部トラッシュしないといけないってこともあるんだけど、いや、普通に嬉しい。マジで嬉しい。ピカチュウは本当に嬉しい。いや、ありがとう神様。いや、まあ、じゃあこっからは、まあ、ゆっくりカードを紹介しながらね、見ていきましょう。ゼブライカ、テッシーのハンド、このポケモンとベンチポケモン入れ替える。なるほど。魔法一歩、あ、これあれだね、お互いの手札引くやつだよね。まあ、なんかあんまりね、相手の手札に干渉するカードってポケモンカード少ないから、まあ、そういう意味ではちょっとなんかもしかしたら使う可能性があるかもしれない。で、シュートスタジアム、これが VMAX を VMAX に進化したら HP100 回復しますよっていうような感じの、まあ、新規スタジアムやね、まあ、新規スタジアム、まあ、スタジアムとかはね大量に持っとかないといけないんですけど、モグリ、はい、シーマーも、おっしゃ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 しきた。ガラルネギがないと、これのデッキ絶対作ろう俺。誓いのやり、特性が自分の番にこのポケモンがベンチからバトル場に出た時1回使えて、自分の場のポケモンについてる投影エネルギーを好きなだけ選び、このポケモンに付け替えると。あー、はいはいはい、まあそういうことね。まあだから、まあ、ポケモン入れ替えとか必要だけど、まあこいつで一気に奇襲をかけることが可能であると。3エネあったら、フォールスターが200点出るからね。これさ、ガラルネギがないとループさせとけばさ、もうポケモン入れ替えとか、まあ、あと鳥使いとかだ。鳥使いでループさせるためにあるようなカードじゃねえかこれ。そういうことか。俺の鳥使いデッキのレパートリーが増えるわけだなこれ。やろう、俺これ絶対デッキ作ろう。ガラルネギがないと4枚欲しいな。さあ、じゃあ次だな。はいはいはい、ゴマゾウ、ミジュマル、ポッチエンナ、はい、エルフーンちゃんが聞いて、飛んできました。あれだね、これあれだね、ポケモンの道具のやつですね。その枚数かけて40ダメージ追加ってことなんで、まあ好きなだけ道具をトラッシュしないといけないんだけど。で、ドローンロトム、ドローンロトムの使い道はいまいち全く分かりません。はい、じゃあこれで折り返し。
いやーマジでピカチュウ当たってくれたの本当に神、マジで神だ。うおー、ヨルブ2枚目でもいいんじゃないこれは普通に。まあ最初はね、4枚揃うまでは俺はもう全体的にどんなカードが出てもアドだから俺マジで SR マイク以外どんなカード出てもアドって言ってるから俺。はい、ゴニョニョウイ、はい、ルリーナ、これのね、これの SR も可愛いっすわ本当に。まあでもこれ普通にしかも使えるカードだからルリーナはね集めとかなきゃいけない。はい、魔法イップ、魔法イップ、さあ、はい、ゴマちゃん、メグちゃん、マホちゃんからの、えい、えい、カイちゃん、カイちゃん、マッチョリベンジのカイちゃん、一番ちゃん付けが似合わないやつ。で、ブースターか。これが灼熱の目覚めが、あ、そうだね、これあれなんだよ。お互いの場の草、ポケモンの特性すべてなくなるみたいな、そんな感じで、全部そんな感じなんだけど、まあ、今だったらジュナイパーの特性なくなるね。ジュナイパーの特性をなくすみたいな、そんな感じかな。はい、じゃあ、どんどん行きましょう。カポカポ。テシテシ、グラグラ、グラ、はい、うわーいいね、ピカチュウ VMAX 始めいく。いや、VMAX 枠でちゃんとピカチュウ出るのマジで熱いぞ。巨大ボルテッカー120、望むならこのポケモンについてるエネルギーを全てドラッシュしたら、270点まで出ますよ、みたいな、そんな感じで。なんか一箱目のボックス開封にしてはもうなんか満点。俺が欲しいカードしか出てね、ピカチュウ、ピカチュウ VMAX ガラルネギがないと。最高か？モグリュウ、ミジュマール、コロモリ、リザード、グイッ、はい、はい、フィングの替え玉。さあさあさあ。あとは、VMAX 枠が1枚か、ガラルヒヒダルマか、あれだよね、ギルガルドだよね。そのどっちかだ。ヤミラミ、ホエール王、あ、いいね、水のベール。自分のフィルだからこのポケモンについ、このポケモンにエネルギーをつけるためにこのポケモンの特殊上で全て回復する。まあまあ、でもシンプルに、普通に、1進化200のヒットポイントがやばいっていう。はい、で、ドローンロトム。そうだよね。まあ、GX とかポケモン V じゃないのに、そのヒットポイント高すぎるね。はい、ビール。はい、モグラ。お、モンメン。これ、VMAX 枠来るよ。なんだ、あ、なんだ ?V か。おー、ファイアルを当たっていく。これ VMAX 枠じゃなかったけど。これも嬉しいね、普通に。これもなんだかんだで、ね、鳥だから嬉しいっていう。で、待って、なんかファストフライトが、先行の時にも使えてね、山札を6枚引くみたいな、そんなデデンデみたいな効果を持っていると。いや、これはありがてえ。これはありがてえ。さあ、次です。ポチエナ、ワンワン、ビリビラワン、来い！おい、サンダー来た、スナイプサンダー、これデデンデ枯れます。これデデンデ枯れます。望遠スコープつけてたらクロバットも枯れます。ダストダス、これあれですね。グッズ全部で、トラッシュから、山札に戻せるんで、まあまたいろいろ、グッズ系のデッキには悪さできるみたいな。なんだっけ、エルフーンかなんかと、モンメンの進化でエルフーンとの組み合わせだね。ゴゴト、ポチエナ、はい、テッカニン、あ、そうだ、それ抜け人来てなくない？抜け人が来てないぞ。テッカニンの空抜けで、今回は抜け人ちゃんを出したいんで、抜け人、まさか抜け人結構枚数絞られてる感じかな。1ボックス1枚とかなってんのかな。さあ、はい、ドロバンコ、ヒットカゲ、はい、ヤブクロン、はい、サンダース、人類の目覚め、これが、水ポケモンの特性が全部なくなりますよ。モスノーとかもなくなっちゃうね。まあでも言うてかな、どうなんだろう。はい、これだね、さっき言ってたトンデケラッシュがポケモンの道具のやつだから。さあさあさあ、はい、ホエールコ、シビシラス、イブイ、おい、あ、ダンデ当たっていく。レアワークのダンデ、これはもうシンプルに強いシンプルに強い。リーグスタッフ、あ、なんかあれだな、サポート2枚入ってるパックとかもあるわけなんですね。なんか珍しい気がするぞ。はい、マグカルーゴ、シマーマー、チリーン、おい、ゴーリキーニャイ、ガラルニャイキング、ガラルニャイキングさん、よいしょ。ガラルニャイキングってさ、カード化されすぎじゃね？なんか同じようなポケモンカードがループしてるような気がするんだけど。イーブイ、うおーい、来ました。VMAX 枠はギルガルド VMAX。 大斬撃が自分がすでに取った最多の枚数かける、30ダメージ追加。まあ3枚とか取っていたら90なんで250されて出るんで、まあそこそこ出るかな。まあ5枚とか、まあ最後の方に活躍するよね、もちろん最後の方に活躍するやつだから。これをメインで作るってよりかは、なんか1枚ピン出しで入れて奇襲するみたいな、そんな感じの動きなんだから。しまあまあ、この花、カポエラ、はい、バクオング。あ、これもね、地味にね、面白いんだよね。自分の場の技、臨床を持つポケモンの数かける50ダメージなんで、まあ5体並べ、5体並べれるのかな？並べれるね。5体並べていたら250点まで出るみたいな感じかな、ニエルで。確か、ドゴームだけは臨床を持ってる感じかな。まあ、メタモンとかで進化させたりとか含めてね。
相手キリクス温泉がお互いの種ポケモンが相手のポケモンから、受ける技のダメージはマイナス20されると確定数が変わりますよっていう、そういうちょっと種ポケモンばっかしだったらちょっとめんどくさいやつだね。テッシー、ミジュマル、はい、ジュラルドン、はい。あ、でもさっきの温泉は絶対あれだね、 VMAX の進化じゃなくて普通にポケモン V をメインで組んで進化しないやつだったら結構必須になるぐらい入れ得なカードだと思うわ。はい、EV、 あら、もう全部出てんのか、ダラネーキ、あ、全部出てんのか、ちょっと一回整理しましょう。はい、ということで、仰天のボルデッカー1ボックス開封結果になりますと、SR 以上枠で当たったのはマジでピカーニキ。これはもう本当に最高。本当に可愛い。で、VMAX ピカチュウも当たったし、ネギがないとも当たったって感じで、俺の中ではかなりいい感じかな。で、レアは8枚だったね、今回。今回多分8枚ぐらい入ってんじゃないかな。ダンデとか、カビゴンとか含む8枚入ってる感じで、グッズ系とかも分けたんだけど、やっぱね、1枚ずつ、基本的にドロンロトム以外は、全部1枚かな。あ、あと、このシュートスタジアムは2枚みたいな感じだったんで、基本的に1ボックス買ったら、こういうグッズ系は1枚、まあ、何でも1枚だね、入ってるみたいな感じかな。あと、抜け荷もね、やっぱりね、そう、見逃してたけど、こいつもね、1枚しか入ってなかったから、結構、種類も多い感じになってんのかな。はい、ということで、今回は、これで1ボックスでの開封が終わります。まあ、まだ、あとね、とりあえずあと1ボックス買ってるんで、それも、すぐに、開封あげたいと思います。ここまで動画見てくれてありがとうございました。次の動画も、で